情の喜びを、さもなくば無情の屈辱を。行くぞ、今日こそ清盛を討ち邪法を砕くのだ。待て、馬上殿。西方に龍馬に襲われている一団がいる。彼らを救わずに義をなしたとは言えまい。では私たちが救援に参りましょう。孫権様、どちら？ふけけ、悪いね。お前のお仲間みんな俺の言いなりなのよ。そんな、お願いみんな目を覚まして。ここは俺に任せて先に逃げな。でも私で良いのか。大丈夫だ、必ず追いつく。小牧長久手でもそうだよ。メッス、ここでしんがりを買って出るかよ。色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。妖術が奏で不気味な旋律を感じます。急ぎ向かいましょう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。押しつかれた。押し疲れた。我が知略に勝とうなど片腹痛いわ。正気に戻って、お願い、傷つけたくない。峰内だ。こちらも峰内です。さあこちらへ。私はもう大丈夫です。それよりも私を逃がすためにとどまった方にいるのです。どうかお救いの手をお貸しください。不安な旋律を感じ、間に合うでしょうか。よし、敵は果たされた。いざ野望を打ち破らん。
だから泣くなよ、聖女さん。その素敵な笑顔のまま前に進め。じゃあな、ヒロ男、楽しかったぜ。さて、次の獲物を探しに行くか。あの世を迎えて耐えられるはずない。なのに前回と同じ期待をしてしまった。私はなんて、私の仲間を解放してもらいます。おかしいな、やっぱお前には術がかからねえの。よっぽど石頭なのかね。人の心をもてあそぶ邪法、これ以上許すわけにはいきません。遊びたいのか。いいぜ、来な。わざわざ私を救援に、こんなことでくじけるわけには。行きましょう。はい、待っていて、みんな。清盛様、参りましたぞ。人間どもを叩き潰せばよいのですな。押し疲れた長子、この程度の軍勢でこれは止められん。私の知略に勝てるとお思いか。押し疲れた。しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。お願い、引いてください。いやいやいや、押し疲れた。押し疲れた。
だぜ。さて、こっからが本番だ。腰疲れた。ダメ、これ以上はやらせない。イノシシ武者は前しかいない。おい、背後が悩みつめた。お、よくここまで追ってきたな。いいぜ、相手をしてやるよ。今度こそ仲間を解放してもらいます。誰が相手か、ちょうどいいぜ。なんで術にかからねえのか調べてやる。くそ、やられちまった。すまねえおっさん。俺は何をやっていたんだ。ああ、みんな元に戻ったのね。よかった。おう、虚空を破ったか。では俺はどう受ける。風は何者にも縛られ、ただ戦場を吹き渡る。私を
綺麗。ウォメンは切らず、縛られた心を切る。奴らを近づけるな。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。押し疲れた。よかった。勝てたようだ。